皆さんはシリは知っていますかスマホに話しかけると質問に答えてくれるっていう機能のことなんですが、この前、シリに関する不思議な出来事を体験したので、投稿します。あれは、夜中の2時くらいだったでしょうかなんだか寝つけなかった僕は、スマホで動画を見ていました。 ぼーっと動画を見ていると、心配ないです、と、勝手に起動したシリが喋りました。びっくりして一瞬で目が覚めました。もしかして故障かまだ買い替えて一年も経っていないのに、と考えていましたが、まあどうせ誤作動だろうということで、特に気にせずその日は寝ました。 次の日の早朝、父に叩き起こされました。何事かと聞くと、ばあちゃんが危篤だと、病院から連絡があった。一応覚悟はしておいてくれ、と言われました。祖母は数年前から入院しており、会いに行っても、 夢と現実を行ったり来たりしているような意識がはっきりしていないことがほとんどでした結局祖母はその日の昼頃に亡くなりましたその日から仕事を休ませてもらいすぐに祖母に会いに行きました祖母は眠っているような穏やかな顔をしていてベタな表現ですが 今にも起きてきそうな表情でした。余談ですが、担当していた先生曰く、こんなに眉間にシワが寄っていない、穏やかな表情で亡くなる人は珍しい、と言っていました。いい次の日、祖母のお通夜がありました。葬式に来られた、自分とあまり面識のない方々と、 一日中話していたせいか、僕は少し疲れたので、総裁場の外で一服していました。そこにおじも一服しに来ました。祖母の昔話や自分の近況などを話していたのですが、そこでちょっと気になることを聞きました。夜中の二時頃には、 かなり危険な状態だったそうなんです。最初はそうなのかぐらいにしか聞いていなかったのですが夜中の2時と聞いてあれと思いました。そうなんです。あのシリが誤作動を起こした時間と一緒なんです。あのシリの声は 祖母だったのではないか。もしかしたら祖母が最後の挨拶に来てくれたのかもしれない。虫の知らせじゃないけれど、不思議なことってあるもんだなと思いました。その後何事もなく葬儀も終わり、数日が経ったある日のことでした。その日は両親が出かけており、 僕一人でいました。ちょうどお昼ご飯を食べていた時です。ご飯を食べながらスマホをいじっていると、ここにいます、と、シリが勝手に起動して喋しりました。この前勝手に起動した時と同じ、あの抑揚のない声で、あまりの出来事に、 思考が停止してしまいました。ひょっとして、祖母が来てる。はっと我に帰り、周りを見ましたが、誰もいませんでした。もしかして、まだあの世に行けていないのかなと思い、僕はその場で手を合わせました。 余談ですが、この出来事以降、シリの誤作動がやたら増えたため、スマホは変えることにしました。祖母が成仏してくれることを祈っています。